葛城市歴史博物館でございます。さあ行ってみましょう。はい、じゃあ見てみましょう。こんな暗かったかね。暗いね。今日は石棺を見たいと思って来たんだけどね。おお、なかなかいいや、金前寺。ちょろっとと思ってきたら大間違いでございます。すごいんですよ、石器ですか。石器ですね、この辺は。これ土器ということは縄文時代ぐらいからやな、これ。葛城市ね。葛城市と、あの下につながってるのか、飯豊城っていうのね。あの人は天皇陵になってますけどね、天皇さんじゃないんだけど。特殊機材でございます。よく残ってましたね。葛城の後期古墳、これどこだ。二塚古墳ね、はいはい、二塚古墳。おお、すごい剣まで残ってましたか。今日は天皇陵もあるということでございますけど、天皇陵がね、基本的にはないんでございます。一応ね、飯豊天皇陵ってのあるんやけど、そこもあって、あと前方後円墳をちょっと回りましょうか。本当に回るとこないんでね、天皇陵がないんで、はい、そうしましょう。古代寺院ね、河原とかね、いろいろありますね。けど これはどこでございますか。時光寺跡どこなんだろう。ちょっと場所が分かりませんね。壺だ。あそこは奈良時代になるとやっぱりかなりね、精巧になってくるね、作ってるもんがね。あそこは奈良時代、それから戦国時代の武士ということは戦国時代。神社町、これは現代でございますな。現代ね、これです。長押し型石棺、これが屋敷山古墳がね、屋敷山古墳が出ましたか。ああ、五線の宮山古墳ね。あ、この大きな石棺入ってるんだけどね。あら、横浜もないんですか。ほんま大きいね。ちょっと待てよ、あれ屋敷山にあるなんか石があるんだけど、あれなんだろうな。あれも蓋なかったっけ。蓋とね、横がちょろっと残っただけでございますか。あ、ここに書いてあるね、こんな感じ。あ、ということはこれがどっかあんねやな、これが。そう、後で見に行きましょうか、それね。これやろな。これ、どっちかやろな、おそらく。こっちのこっちな。そこ石はどこあんねやろ。そこ石は分からんね。そこ石は分からんな。そういうことか。ああ、なるほど。これはおそらくどうだろう。組み立て式だろうな。くり抜き式かね。これ見た感じ組み立て式やな。埴輪見てみましょう。埴輪、大きな埴輪、円筒埴輪。円筒埴輪、寺口和田古墳群内で、こんな古墳群内でこんな大きな見つかったの。普通は大体前方後円に後円墳にはよく残っとるんだけどね。この筆は何でございましょう。
船形藩には復芸品年輪でございます。すごいね、これでかかっちゃうのはね。これ74年しかないの。これ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,74 年以上あるけど、はい、こう行って三重線がこう行ってで、ここから左こう行って屋敷山はどこだ、ここや、こう下ってここやな、今おるのはここや、ここやからずっと行って飯豊天皇陵行って1期、2期、3期、4期、5期、6期ぐらいあるんですね。はい、6期ぐらい回ってみましょう。はい、ありがとうございました。